バーチャル2024年7月13日。土曜日。バーチャル三重県伊賀市の、道の駅や山です。にんにん。本日は、ここ伊賀の道を、薄していこうと思うんですよ。ということで、三重県道49号線を、北上。おあ。チマイランガー橋。かわいすぎ。歩道橋。かな。道路の左右が、運動施設やら公園やらで。その接続のための、歩道橋っぽい風合いですね。駐車場が開放されているっぽいので、ちょっと立ち寄ってみましょうか。おお。あるある。あるなー。シルエットは、シンプルなランガー橋梁なれど、歩道サイズの、このミニチュア感。かっかわいい。いい。西側のたもと、特筆すべきは、親柱に、全く何も記されていないように見える点です。四方の親柱の各面を、ざっと確認してみましたが、橋梁名や竣工年月など、一切の情報が見当たりませんでした。こういう、公共施設系の歩道橋って、例えば触れ合い橋とか、なんとなく親しみを持てる名前が、付けられていたりなど、する偏見がありますが、この橋は寡黙です。実直、武骨、高倉健。あとは、蛍光色っぽいテープが貼られた杭が一本、入り口に折ったっていますが、車がうっかり、入らないようにしているのかな。やっぱり歩道橋ですね、渡ります。おお。鉄骨が近い。ギュッとしとる。こう、視界にギュッと、ランガーの鉄骨が収まる感じ。いいなぁ。道路交通、おお。東側は、グラウンドになっているようです。西側にあった杭は、こっちにはありません。目の前が駐車場じゃないからかな。おお。鉄骨に触れそうな位置に、電線が走っている。スリリングだ。ランガーってのは、乱雑に表現すると、このカクカクっとした、細身のアーチ鉄骨と、縦の鉄骨とで構成された、橋梁のことを言います。多分そう、車道橋なんかに多いイメージの形式だから、こう、歩道で出現され、渡ってなど見ると、独り占め感があり、良いかもしれない。嬉しいかも。橋梁の雰囲気をもう少し観察。写真だと、わかりづらいですが、橋桁及び路面部分も、若干、山なりになっているようです。西側のたもと付近には、このようなパイプが突き出ており、雨が降ったら、路面を流れた水がここから滴るんでしょうか。全くわからん。東側にも同じようなパイプがありますが、こちらは延伸され、地面に深々と突き刺さっており、で、その上に名板がずらっと並んでいました。知れそうですね、橋の名称などが。まず、向かって右の二つは、塗装の記録をつけたもののようです。かなりベロベロですが、塗装年月日、使った塗料、関係者名なんかが、記載されていますね。鉄骨の塗りについて、あれする際などに、何らかの形で、役立てられるのでしょう。きっと、左はいわゆる工事名板。橋上に一切の表示がなかった、橋梁名が記されています。いわく、農村環境事業は山地区管理橋。と、これまで目にした橋梁名の中でも、トップクラスに事務的な名称が、付けられています。ここまで事務的だと、逆に特徴を感じられていいなぁ。目にする機会が少ないだけで、こういう名前、ありふれているのかもしれないけど。でも新鮮だなぁ。嬉しいなぁ。1993年9月の記載もあり、そのくらいに出来上がった、橋梁であるようです。30年ものですね。とまあ、ランガーを体全体で感じたい人には、うってつけの物件と思いました。今週末は、伊賀山で、ランガー。
バーチャルeゲーマーでした。